はい、エビです。今回は私が使っているマーカス・ボナンの2個目のタイプのファゴットケースを紹介します。はい、ということで、マーカス・ボナンのケースです。マーカス・ボナンのケースといえばファゴットで有名なのはこういう形のやつが有名なんですが、まあ、ジェントルマンタイプではないとみんな大体このちょっと 山型になっているケースを使う人が多いですが、その後新しく出たのがこの長方形のタイプです。で、マーカス・ボナのケース自体はまあいいかなと思ってたんですけど、あまりにみんな持ちすぎてるので別のが欲しいなと思ってた時にたまたま楽器屋で勧められたのがこれだったので買ってみました。で、まあとりあえずコンパクトはコンパクトです。で、なんでコンパクトになるかというと、まあまず開けてみましょう。開けてみると普通楽器ケースって片方に全部入れるんですけど、これは2人ベルを入れる形になっています。ですのでそれだけギュッとこの幅が狭まりますね。普通だったらこれにベルがここら辺に入るわけですけど、それがないので幅が非常に狭くなってます。だけどその分まあ厚みは出ますね。で、まあこれも縦に収納するのでその分ここの幅が狭まっています。で、よくマーカス・ボナーでやらかす人がこのチャックでしか締めないので、チャックを締め忘れてガタって落ちる人が結構いるんですよね。それでベルをズタズタに壊してしまった人もいますけど、まあこれは割とガチッとはまってます。ここもまあまあ開けたら ここは落ちるかな。でもここは完全にはめるタイプですので、万が一開いたとしてもまあちょっとは大丈夫かもしれません。で、まあここがね、問題としたらここがちょっと薄いから心配かなっていう感じがします。かなりここは窮屈な感じですね。もうギリ、僕の楽器はヤマハの812なんですが、かなりここはキツキツです。で、他はまあここが最初疑問だったのは、こう締めた時にここのベルが当たんないのかなっていうのはすごく疑問だったんですけど、まあすごく最初の頃当たんないのかどうかっていうのを確かめつつ締めたりしてたんですが、まあ多分大丈夫です。ヤマハの812で僕の楽器結構太めなんです。812の中でも太めなんですが、それでもぶつかっていないようなので、大体の楽器ではぶつからずに入れられるんじゃないかなと思います。で、ケースの中身を見てみようで紹介した通り、ここに小物入れがあって、ここにも小物入れがあります。この辺には、まあ、リードケースだったり水入れだったりスワブが入ったりで、まあ、ここにはストラップ入れたりす、で、こっちにはいろいろ鉛筆だったりこの毛を入れています。で、マーカス・ボナーの一番みんなが困るところっていうのはボーカルケースなんですよね。で、このボーカルケースがこの楽器の下に収納するようになってるんですが、このボーカルケースに入れて、あとマジックテープで下にくっつけるんですが、これがね、場所間違うと完全にボーカルを潰します。で、特に太めの楽器だと下への圧力もかかるので、まあ実際にね、こう見てわかるかな、ちょっと色が変わってますよね。この色が変わってるところっていうのは楽器が常に当たって跡がついているところです。ですので、これをうまく見極めないと楽器によってボーカルを潰しかねないので、これが一番マーカス・ボナーのケースで不満なところですね。で、僕の場合はこっちにはヤマハのボーカルを入れてます。ヤマハのボーカルってすごく丈夫なんですよ。なかなか割れないので、なのでヤマハのボーカルをこっちに入れて、じゃあ他のボーカルどこに入れてんのっていうと、こっちに入れてます。で、実はこのケース、ここに入れる用の付属の
ボーカルケースがあったんですが、それ2本しか入らなくて、でちょっと不安だったんですよね、その作り自体も。なので普通にアドラーって売っている、まあ結構使ってる人も多いと思いますけど、4本入るボーカルケースを使っております。でこの中にヘッケルのボーカル、ヘッケルのも割れやすいので、ヘッケルのボーカルだったり、ハイトーン用のボーカルなども入れています。で、まあ、こっちにはこれかなり広めにガバッとあるんですが、まあ、今日はこの後演奏があるのでネクタイが入っていったりだとか、リードを削ったりする時のナイフだとかペンチだとかと、あとまあ楽譜ですね、などが入っています。で、これのいいところは、他に荷物、カバンとか持ってそこに入れるからいいやって時はこれが取り外せます。で、これを外すとかなり軽くなるし、かなりコンパクトになります。実際こんなもんなので、で、ここの幅が狭くて、まあここはちょっと普通のケースより厚いですけど、このぐらいだったらまあ全然いいかなっていう感じです。なのでこれだけで背負ってる分にはすごくコンパクトでいいケースです。ただこの取り外し、なんで取り外し可能にしたのか謎ですけど、これをつけるとですね、結構重いです。でしかもこんだけ厚みが膨れるので、もうお店とか行った時に商品見てると後ろで人が詰まってるのが分かる感じですね。かなり自分の背中に厚みのあるものがあるので、人が通れないぐらいにこの幅があります。ですのでなるべくこれを外して使うことが多いですね。ここは残念なところですね。普通になんかこの楽譜が入るサイズぐらいのすごく薄い楽譜入れみたいなのがここについてるだけでいいんですけどね。 なんでこんながっちりしたものを、しかも取り外し可能でこんな重いものをつけたのか、ちょっと謎なんですけど、まあそれが一番の不満ですかね。これは不満だけど、これだけで使う分にはまあ物は入らないけど、楽譜とか入らないですけど、これだけでまあ楽譜入れるカバンとかを別に持つんだったら、これ自体軽いのでだいぶ使い勝手はいいのかなと思います。ちなみにこれはマーカスボナの、僕はあんまり好きじゃないマーカスボナのロゴがここにありますけど、メタルなのでまあいいかなという感じです。本当はここを自分の家の家紋とかにしたいんですけど、どうやったらいいんですかね。まあショルダーがここに付けられるようになってますが、ショルダーにしたらまあかなり重いでしょうね。で、あとはまあ普通にいつもは背負っていますが、まあさすがにそこはねちゃんと作られていて、背負う分にはなかなか他のやつよりも背負いやすいんじゃないかなと思います。姿勢がそんな悪くなるような感じもしないですし、まああとはここにちゃんと下に、なんていうのこれ、足みたいなのがついてるので、まあこれだったら下にポンと置いてもそんなにおかしくはない感じです。下も、まあ、ここだけが汚れるのでそんな汚くならない感じです。ちなみにこれは茶色ですね。最初はちょっと明るいかなと思ったんですけど、だんだん暗くなってきました。ということでマーカスボナの2個目の、意外とこれねブログでずっとアクセス数を稼いでいるので、動画でもやってみようかなと思って紹介してみました。これ自体はこのケースとしてはいいんですけれども、残念ながらこの楽譜入れをつけるとかなり重いですね。それだけが残念。あとはやっぱりマーカスボナの問題点はボーカルケースですね。ボーカルケースがもっとうまい具合に入るようにしてくれたらかなり使い勝手がいいんですけれども、
残念ながらそこは改善されないですね、なかなか。ということでマーカスボナの、これ MBFG2 って通販とかで書いてありますけども、それの紹介でした。